フマ、アイアエ37アイアエ37の実寸大グライダーフマ、アイアエ37は1950年代にアルゼンチンで開発されたジェット戦闘機である。本機は飛行することなく1960年に計画はキャンセルされた。通常のコックピット形式に改められたアイアエ37の実寸大グライダーライマールホルテンは 1951年に自身の全翼機プロジェクトがキャンセルされた後の1952年頃に IAE-37 の開発に着手した。この機体は機種の左右側面にエンジン吸入口を備える全翼機の構造を取り入れたものであった。1953年に風洞テストが開始され、同時に縮尺模型により時速2 0 0トルの速度までの飛行テストが 実施された。実寸大のグライダーが製作され、1954年10月1日に初飛行が行われた。通常の形式と最も異なっていた点はパイロットがうつ伏せに登場し、ガラス張りの機種を通して視界を得ていることであった。飛行性能は優れていると考えられ、ロールス・ロイス・ダーウェント V を搭載した試作機の製作が1955年に始まったが、 このエンジンはすぐに入手できるという点でのみ、選択されており実用戦闘機用としては、水力不足であった。戦闘機開発の支援のために1956年に、グライダーは、通常形式のコックピットに改装された。その後まもなく開発プログラムは、アオンソク練習機となる現行の機体と、IAE-48 と命名された新型のより強力な戦闘機の2機種に分かれ、 アイアエ48は主翼下に2つのポットに収められたエンジンを喧嘩し、マッハ2.2の速度に達するように計画された。しかし、アイアエ37の初飛行が予定されていたわずか1年前の1960年に財政的な理由により、両騎士ともにプロジェクトはキャンセルされた。ありがとうございます。